死の勝利は、ルネサンス期フランドル地方の画家ピーテル・ブリューゲルによる油彩画である。制作年は1562年頃と推定されている。マドリード・プラド美術館所蔵。ハンス・ホルバインの規範が死の舞踏より2点。死の勝利の作例。スクラファーに宮殿のフレスコが、現在はシチリア州立美術館所蔵。14世紀中頃に、 ヨーロッパ全土を接見したペストの大流行は、人々の死生観に大きな影響を与えた。有効な治療法もなく、現世のいかなる地位、武力、富も意味をなさず、あらゆる階級の人々がなす術もなく死んでいく、社会情勢の中で、メメントモリの稽古が言い表されるようになった。そして、キリスト教美術における教訓画として、死の舞踏及び、 死の勝利の様式が普及していった。死の舞踏は、骸骨の姿で擬人化された死が少女に語りかけ、やがて老若男女や身分職業を問わずあらゆる人々の手を取り、踊りながら墓地すなわち死の世界へと導いていくという様式である。特にドイツの画家ハンス・ホルバインによる死の舞踏の規範画は著名で、ブルーゲルにも知られていたと思われる。一方、 死の勝利は、骸骨姿の死があらゆる階級の生者へと襲いかかり、容赦なく蹂躙するという様式で、より恐怖や静絶さにあふれたものである。このテーマは、特にイタリアでフレスコ画として発達し、ピサのデオモ広場のカンポサントやパレルモのスクラファーに宮殿、クルゾーネの教会などに作例が見られる。ブルーゲルは1552年に、 フランスのリヨンとスイスを経て、イタリア旅行へ出発し、1554年、内し55年にアントウェルペンに帰るまで、イタリア各地に滞在したが、このイタリア旅行の間に、前述の壁画をはじめとした、いずれかの死の勝利の作例を目にしていた可能性が高い。この死の舞踏と死の勝利という二つの伝統的様式を融合して描かれたのが、ブリューゲルの作品である。 本作には年季がないが、その世界観は、初期フランドル派の先人ヒエロニムスボスの影響を受けつつも、ブリューゲル独自の解釈がなされていることから、禁似の作例である、悪女、フリートや、反逆天使の墜落に近い1562年頃の、制作と推定されている。現在の所蔵館である、プラド美術館には1827年にわたった。 沈む船と燃える山山種される男園形では火山が噴火し等が燃え上がり、また海上では複数の船が火災を起こしあるいは沈没している。空は暗く、それらの地域がすでに死に制圧されたことが暗示されている。その遠方から無数の死の軍勢が前方に進軍している。中央では人々が武器を取り死の軍勢に立ち向かっているが全く歯が立たない。 左右の丘では、斬首刑、甲子刑、車輪形、火刑、猛獣刑など、様々な処刑方法で、人々が命を奪われている。左側の丘では2体の骸骨が斧を振るって、次々に木を伐採し、別の骸骨2体は木に吊るされた鐘をついている。左前形左下では、見事な王冠や甲冑に身を固めた王が、 砂時計を持った骸骨によって、突然死を遂げ、彼がダルに溜め込んだ金貨、銀貨は別の骸骨にかすめ取られている。その右ではローブを着た、数奇鏡が赤い帽子をかぶって、彼の真似をした骸骨によって、死の世界に連れ去られようとしている。母親は我が子を抱いたままこと切れ、赤子は犬の餌食にされようとしている。その背後では、ドクロを満載した荷車を引く馬車が進んでいる。 その車輪の下では、幾人もの人が引き殺され、荷車に腰掛けた骸骨はのんびりとハーディガーディを奏でている。馬のひめに踏みつけられようとする婦人の手には、ひと糸切りばさみが握られているが、細い糸がハサミの刃にかかって、今にも切れそうであり、彼女の命運がつきようとしていることを暗示している。水辺では、人々が水に突き落とされて騎士させられている。首に重りをつけられたもの。 足を引っ張られ、水へ引きずり込まれるもの抵抗するも、複数の骸骨に突き落とされようとしている者らが見え、また数名の人々が網に囚われている。塔がをまとった骸骨たちは、高らかに勝利のラッパを吹き鳴らしている。右前傾大釜を構えた牙の骸骨が人々に襲いかかり、おののく人々は、将棋倒しになっていく。逃げ出す人々も、 骸骨が落としとを上げて待ち構える巨大な箱穴に誘い込まれているに過ぎない。前傾中央では横たわった巡礼者が骸骨に喉を切り裂かれている。右手前では遊興のテーブルに死が流れ込んでいる。トランプやバックギャモンのボードはひっくり返され、道化死はテーブルの下に逃げ込もうとしている。剣を抜き抵抗を試みる男の前では、 同う消のマスクをかぶった骸骨がワインを打ちに流し捨てている。テーブルの奥では二人の夫人が食後の常時のギガ科で骸骨に抱きつかれたり皿に持ったされ神戸を勧められたりして恐怖におののいている。最も右下では周囲の山状とはかけ離れたかのようにカップルが音楽を楽しんでいるがその背後にはバイオリンを弾く骸骨が迫っており逃れられない週末からなお目を背けて 強楽にふける人間への皮肉が込められている。画家ブリューゲル及び本作の作風にはヒエロニムスボスの強い影響が指摘されるが、本作の高涼とした焦度の幻想風景は、ボスとは異なるものであり、あの世の地獄を描いた画家がボスであるのに対し、この世の地獄を描いた画家がブリューゲルであると評されている。ブリューゲルの画お及びボスとの関連について、 16世紀の画家、人文主義者、ドミニクス・ランプソニウスは、ネーデルラントの著名画家の肖像画集の中で、このボスは、誰なのだ新たにこの世に生まれたヒエロニムスとは、死の再起に満ちた空想を模倣し、みるみる間に死をしのいでしまうほどの男とは、と評している。ブルーゲルの20数年後に生まれた、フランドルの画家、詩人、電気作家である、 カレル・バン・マンデルが250人以上の画家の生涯と業績を記した書、画家列伝には、ブルーゲルの評伝も記されている。マンデルはその中で、作品名を明記しないまま、ブルーゲルはまた、死に抗う、あらゆる手段が描かれている作品を制作したと記しているが、その記述は、間違いなく、本作を指しているとも分析される一方、本作の描写はとても、 死に抗うものとは言えず、確定はできないとの意見もある。ブルーゲル研究を専門とする美術史屋の森陽子は、本作について、作中に描かれた拷問や処刑の方法はおそらく当時の実例で、ドキュメンタリーの迫力が生み出されているとともに、死を記憶せよという中世以来の教訓をイメージ化した最高の傑作であると評価した上で、天才、自己、民族対立、 テロリズムエイズ等の新たな薬病など、今なお至るところで大量死が生み出される世界の中で、現代人にとっても死者に富んだ痛烈な教訓画で、あると評している。ヤン・ブリューゲル、死の勝利グラーツ・ヨアネウム州立博物館所蔵。本作は、ブリューゲルの二人の息子、長男ピーテル・ブリューゲル二世と、次男ヤン・ブリューゲルのそれぞれによって、複製画が制作されている。 ショーピーテルの作品は1987年にアメリカ合衆国で偶然発見された。ルイジアナ州でピーター・パットナムという男性が交通事故で死亡した際、彼の遺品の中に含まれていたものである。ピーター・パットナムの母親ミルドレッドは石油王ジョン・ロックフェラーの共同経営者サミュエル・アンドリューズの娘でミルドレッドは 父の遺産を相続して、基金を設立し、美術品の収集や寄贈を行っていた。戦場、修復作業の結果、この複製画が、ショーピーテルの作であることと、1626年の製作であることが明らかになった。この製作年代については、前年の1625年に、弟ヤンとその子供たちをこれらによって失った、ショーピーテルが、 追悼のために制作したものとする説がある。また、作中に描かれた旗の中に、1526年と描かれていることも注目された。父の作品では、ドクロの入ったボールが置かれていた、画面右下のテーブルの上に、飾り付きのケーキが置かれる改変が加えられていることも、あり、この絵は、父代ピーテルの生誕100年を記念して描かれたもので、 ショーピーテルの作品はこれまで不確定であった大ピーテルの少年を1526年と確定させる手がかりになるのではとする説も唱えられている。このアメリカで発見されたショーピーテルの作品は発見後ミルドレッド・ドリューズ基金が所蔵していたが2000年に売却されたと言われ現在は所在不明となってしまっている。ヤンの作品は1597年の制作で 現在は、グラーアーツのヨアネウム州立博物館に所蔵されている。構図などは、ほぼ忠実な父の作品のコピーであるが、左下の王が、父の作品では、黒髪の壮年の人物なのに対し、息子たちの作品では、白髪、白髭の老王となり、突然の死という意味合いが薄れているなど、細部や色彩には違いが見られる。ありがとうございます。